卓球世界選手権団体戦第9日、2024年2月23日韓国、釜山女子決勝が行われ、71年大会以来、53年ぶりの世界一を目指す日本女子は5連覇中の最強、中国と対戦した。日本は張本美和、15イコール木下グループ、早田ひな、23イコール日本生命、平野美宇、23イコール木下グループ、でオーダーを組み、伊藤美誠、23イコールスターツ、時原美優、19イコール木下グループ、が応援に回った。1番手で世界16位の張本は同1位、孫穎莎に挑戦。世界女王に食い下がったが、0-3 でストレート負け。2番手の世界5位、早田は、同3位で東京五輪金メダリストの陳夢を逆転の 3-1 で下し、1対1のタイに戻した。世界18位の平野は世界ランク2位、王ゲイ進むと激突。第1ゲームは一進一退の攻防も 11-8 で先取。第2ゲームも激しいラリーの応酬の末、大接戦を制して13-11で連取した。第3ゲームも大接戦の末にストレート勝ちを決めた。53年ぶり世界一に王手をかけ、第4試合で早田が孫穎莎と激突。第1ゲームを2-11で圧倒されると、ストレート負けを喫した。2-2 とがっぷり4つの展開で、最終第5試合は張本と陳夢が対戦。世界一の夢は、初代表の15歳に託された。